伝説の勇者を探して旅をね。すいませんが、勇者とかなんたらいう話は聞いたことがないですね。そうですか。いや待てよ、すごい盾の噂なら聞いたことがありますよ。すごい盾ですか。いいね。ずっと西へ行ったサラボナの町にルドマンさんっていう大商人が住んでるんですが、そりゃ大金持ちで、このポートセルミの港にある船もみんなルドマンさんの持ち物なんですけどね。そこの家宝がどえらく綺麗な盾だって言うんですよ。まさか天空の盾。それよりどうです、いい酒が入ってるんですよ、一杯いかがです。お酒ですか。あの僕はお酒って飲んだことがないもんで。そんな立派な体なのにね。いや今時珍しい人がいるもんだ。いやそのてめえなんだその態度は。お助けよ。お助けはねえだろうが、俺様はおめえの頼みを聞いてやろうってんだぜ。一体何が起こってるんだ。またあいつか。このでかい男は山賊ウルフってあだ名のワルなんですよ。あの親父さんどうやらたかられているらしい。おい、その金をとっとと渡しな。いや、あんたは信用できねえが、この金は村のみんなが村のために。お父さんよ、お嬢も度が過ぎると切ない目に遭うぜ。待て。俺様に文句だろってのか。ああ、誰が見ても分かるよ、どちらが悪いのかな。この野郎。はっ。服が、俺様の服が。まだやるかい。覚えてやがれ。こりゃすごい。さあ踊り子さんたち、踊って踊って。ありがとうございましただ。いや気にしないでください。だあんたなら信用できるだ。お願いだ、俺の頼みを聞いてけれ。頼みですか。だ俺の村カボチ村さ、お金化け物が出て困っとるだ。お願いだ、化け物を退治してくんの。カボチ村化け物。ねえねえ、ルカみたいなのをお人よしって言うんだよね、ピエール。そうだな、スラリン。天空の盾があるかもしれないところに行かずに、こうして化け物退治に来てるんだからね。まあ仕方ない。前金で1500ゴールドも受け取ってしまったのだが。それって、ルカが無理やり渡されたんでしょ。猫ババしちゃうわよね。スラリンだって知ってるだろ。ルカはそんなことできないって。そりゃそうだけどさ。やれやれ、わしらのリュカ殿は難儀な性格のようじゃな。難儀って何、マリンジちゃん。のう、年寄り扱いはやめてくれんかな。だってじいちゃんなんだもん。それにしても村を襲う化け物とはどういうやつなんでしょうね。さて、わしにもとんと見当がつかん。カボチ村では村人たちが恐ろしい化け物に脅かされ、畑の手入れができなくなっていた。化け物はまだ人を襲ってはいなかったが、この先何をするかわからない。作物が取れなければ飢えて死ぬしかないのである。馬車は化け物が住み着いているという洞窟を目指した。道中リュカは新しい仲間を得た。炎の呪文を操る魔法使いのマーリンである。ミステリドールやモーザと共に一度は馬車を襲ったマーリンもまたリュカの強さと温かさに触れ同行を申し出たのだった。なるほど、魔物の住処か。確かに奇妙な気配が漂っておるの。なんか嫌な感じの洞窟。置かないのがでしょう。おや、洞窟育ちのスラリンがね、怖いのかな。震えているようだが。違うよ、外で待っていればよかったのに。変に好奇心が強いんだから。だってお主らいいコンビじゃの。
何か聞こえる。下からのようだ。よし、行ってみよう。キラーパンサー、地獄の殺し屋か。でかい。こいつがカボチ村を。よし。あれは。さあリュカ、やりますよ。リュカ。プックル。プックルじゃないか。生きていたんだね、プックル。僕だよ、リュカだ。リュカ、危ない。静かに。どうやら知り合いらしい。バカだ。キラーパンサーは魔物の中でも特に獰猛なのじゃ。人は愚か、他の魔物にも心を許さんのじゃ。リュカ。ち、言わんこっちゃない。炎の霊よ。やめなさい。もう少し様子を見ましょう。プックル、僕を忘れちゃったのかい。怖がってないで、ほら、おいで。ほら、プックル。あいつ、何か思い出そうとしている。思い出してくれ、プックル。僕たちは友達じゃないか。そうだ、これを覚えているだろう。ほら、ビアンカのリボンだよ。君と僕と二人で一つずつもらったじゃないか。ね、プックル。飛びつかれちゃった。リュカ殿。プックル、思い出してくれたんだね。プックル。くそうるさいよ、プックル。なんたることじゃ、キラーパンサーまでもが。すごい。プックル。おや、剣を持ってきた。ずいぶん古いもののようじゃな。これはお父さんのパパスの剣。そうか、お前が守っていてくれたのか。ありがとう、プックル。こうして別れた友と再会したリュカはカボチ村へ向かった。プックルは人恋しさのあまり何度も村に現れていたのである。事情を説明しようとしたリュカを待っていたものは村人たちの怯えた目、そして固く閉ざされた扉だった。ポートセルミにいた。あんた化け物とグルだったんだな。違います、プックルは。ただ分かってるだ、もう何も聞きたくねえ。残りの金やるだ、約束だからな。また化け物をけしかけられても困るだ。そいつを持ってとっとと村から出て行ってくんの。ねえ、プックルは村の人を襲ったりしてないのに、なんでみんな怖がったり怒ったりするの？仕方ないの。畑を荒らしたのは確かじゃし、プックルも我らも魔物なんじゃから。どうして魔物だと嫌われなきゃならないの？どうしてだろうね。魔物は人間を襲うからの。わしらを怖がらないのはリュカ殿だけじゃ。そうだね、プックル。ビアンカも最初にプックルと友達になろうって言ったのはビアンカだった。そうですよ、ヘンリーさんも私たちの友達として付き合ってくれました。ビアンカ、アルカパへ寄った時ダンカンさん一家はどこかへ引っ越していた。どこでどうしているんだろう。ビアンカさんか、僕会ってみたいな。私はもう一度ヘンリーさんと話がしたいですよ。ヘンリー、どうしているんだろう。ヘンリーさん？ん？マリアか。なあ、その呼び方はもうやめないか？あ、ごめんなさい。
あなた。やっぱりその方がいいや。あなたって。マリア、どうした？顔色が良くないようだけど。ええ、光の教団のことなんです。近頃このラインハットにも教徒が現れるという噂が。ああ、俺も聞いた。どこからともなくやってきて奇跡を起こして信者を増やしているらしい。どうせケチな魔法を使ってるんだろうが。あなた、私心配で。もしあの教団が。大丈夫だ、この国は俺が守る。ええ、そうですわね。でも他の国の人たちのことを考えると。心配するなよ。そうだ、あいつがいる。リュカさんですの？ああ、あいつがいる限り光の教団なんか恐れることはないさ。リュカさん、お元気にしてらっしゃるかしら？あいつのことだ、元気に決まってるさ。なあ、ちょっと聞いていいか？何ですか、真面目な顔で。マリア、もしかしたら俺よりリュカの方が。怒りますよあなた。なんでそんなこと言うの？ごめん、冗談だよ冗談。リュカのこと考えると、俺だけこんなに幸せになっていいのかなって。こうしてマリアと一緒になれたのもあいつのおかげだもんな。あなた。湿っぽくなっちまった。俺らしくもない。しかしまあ、リュカのやつも早くマリアのような素敵な嫁さんを見つけりゃいいのにな。まあ、あなたったら。でもリュカさんの奥様になる人ってどのようなお方なのかしら？さあな、案外もう嫁さんが決まってたりして。んなわけないか。ここがサラボナか。へえ、綺麗な町だね。あちらに見える邸宅がルドマンとやらの家かの。立派な屋敷ですね、まるで城のようだ。いけない、君たちは隠れていて。了解です。わっ、おっ、ダメ、ヒリア。よしよしよし、わかったわかった。リリアが私以外の人に懐くなんて。あ、ごめんなさい、この子が突然走り出して。お怪我はありませんか？ええ、大丈夫です。リュカ。ああ、ピエール。あれ、リュカ、顔赤いよ。え、そうかい？なかなか麗しき霊嬢じゃの。リュカ殿も若い若い。そうだ、ルドマンさんの家に行かなくちゃ。すまないけど、君たちはもう少しここで待っていてくれ。はい、行ってらっしゃい、リュカ。なんか変だな、リュカっては。スラリンにはわかるまいって。なんで、おじいちゃん。年寄り扱いはやめというのに。リュカは一人ルドマンの屋敷へ向かった。無論家宝の盾を見せてもらい、もしそれが天空の防具であれば何としてでも譲り受けるつもりであった。しかし、この人たちは一体。いや、あなたもフローラと？は？僕はアンディ、フローラとは幼馴染なんですよ。そうですか。修道院に預けられていたフローラが戻ってきて、昔よりずっとずっと素敵になっていて、僕はお金も宝も欲しくないけれど、彼女が妻になってくれるなら。は？
ようこそ皆さん。わしがこの家の主、ルドマンです。今日こうして集まってもらったのは他でもない、わしの娘フローラの結婚相手を決めるため。フローラ結婚、どういうことなんだ。しかしただの男に可愛いフローラを嫁にやろうとは思わんのだ。そこで条件を聞いてほしい。条件？一体何だろう。古い言い伝えによると、大陸のどこかに二つのリングが眠っているという。一つは炎のリング、もう一つは水のリング。身につけた者に幸せをもたらすと言われている。もしもこの二つのリングを手に入れ、娘との結婚指輪にできたなら、喜んで結婚を認めよう。我が家の婿にはその証として家宝の盾を授けるつもりだ。盾？天空の盾？待ってください。あの人は？フローラ、部屋で待っているように言っただろう。あの人がフローラ？お父様、私は今までずっとお父様の言う通りにしてきました。でも夫となる人だけは自分で決めたいのです。フローラや、ではお前には思い人がおるというのかね。いえ、それは。ああ、そうだろうそうだろう。お前にはこのわしが世界一の向こうを見つけてやる。でも炎のリングは溶岩の流れる危険な洞窟にあると聞きました。皆さん、どうかお願いです。私などのために危ないことをなさらないで。フローラ、僕はやるよ。きっと炎のリングを見つけてみせる。アンディ。失礼、ルドマンさ ん、 ん、君は見かけぬ顔だが。あなたは。なんだフローラ、知り合いなのか。少しは頼りになりそうな男だが。で、なんだね。家宝の盾とは天空の盾のことなのですか。さて、名前までは伝わっておらぬのでな。とにかく盾もフローラも全ては二つのリングを手に入れた者に託そう。暑い、体が溶けちゃうよ。お主、最初から溶けているではないか。でも我慢した甲斐がありましたよ。炎のリングとやらを手に入れられたのですから。ねえ、リュカ。え？ああ、そうだね。溶岩の流れる洞窟、またの名を死の火山。リュカたちは激しい熱に耐え、灼熱を操る魔物と戦いつつ、洞窟の奥深くへ踏み入って、ついに炎のリングを手に入れた。それは赤く輝く金属で作られた古びた指輪だった。この指輪で幸せになれるなんてちょっと信じられませんね。いつ頃作られたんじゃろう。わしにも見当がつかんな。あ、あれを見て、誰か人が倒れてる。なんだって。ごめんフローラ。君はアンディ。ひどい火傷だ、急いで町へ運びましょう。おお、リュカとやら、よくやった。それにしてもフローラにも困ったものだ。こんなめでたい日にアンディの看病に出かけるとは。優しい方ですね、フローラさんは。ああ、あれはわしの宝だ。いや、君は見どころがある。確か家宝の盾を気にしていたな。君ならば見せてもよかろう。ルドマンは宝箱を開け、輝く盾を取り出した。竜の紋章が描かれた美しい盾だった。これは間違いない、天空の盾。どうやら君はこの盾と関わりを持つ者のようだ。フローラの婿にふさわしいかもしれん。さて、残りは水のリングだが、その名の通り水に囲まれた場所にあるのかもしれん。よし、わしの船を使うがいい。
いい風じゃの、若返るようじゃ。ん、どうなされたかの、リカ殿。いや、考えていたんだ。フローラのこと、アンディのこと。あの二人幼馴染だって言ってた。うん、リュカ殿にも確か幼馴染がおったそうじゃの。何と申したか、いかん、思い出せん。ビアンカ。おお、それそれ、ビアンカ殿じゃ。いや、近頃とんと物忘れがひどくなっとるの。歳は取りたくないものじゃ。本当にどうしているんだろう。会いたいな。ユカ、ちょっと見てください。ん、どうしたピエール。この先は通れませんよ。水門が閉まっている。なんだって。無用のもの、開けるべからず。行く手を遮る水門にはこうも書かれていた。用のある者は村まで来られたしと。リュカは船を降り、夕闇の帳が降りる中、山奥の小さな村を訪ねた。困ったな、誰もいない。あ、あれは。リュカは小さな墓標にひざまずく人影を見つけた。残照の中で金色の髪が淡く光っていた。あの、すみません。はい、何かしら。あ、ピアンカ。リュカ、リュカなの。ピアンカ。あ、痛いわリュカ。ごめん、夢みたいだ。ついさっき君のことを考えていた。本当に驚いたわ。私も今リュカのことを考えてた。こんなに大きくなっちゃって。ビアンカこそ綺麗になっててびっくりしちゃった。パパ掃除様と同じこと言って。おじ様は。うん、10年前に。そう、やっぱり。うちでもお母さんが亡くなってね。え、マグダレーナさんが。私毎日お母さんにお祈りしてるの。いつもリュカのこと守ってくださいって。だってサンタローズの村が襲われて。リュカも。あら、立ち話も変だわ。うちに来て、お父さんも喜ぶわ。ああ、なんと、まあ立派になって。見違えてしまったよ。ダンカンさんもお元気そうですね。ああ、この村の温泉はよく聞くからね。母さんは私たちを置いて行ってしまったが。案内された小さな家で、リュカとビアンカの父ダンカンは再会を祝った。何年か前、病に伏せりがちだったダンカンは、宿屋を人手に渡し、この山奥の村へ移り住んだのだった。だが一家を切り盛りしていたマグダレーナはある日突然倒れ、息を引き取ったという。だけど本当にリュカと会えてよかった。ゆっくりしていってくれるわよね。うん、だけどあんまりのんびりしてるわけにはいかないんだ。水のリングを探さなきゃならない。水のリング。ああ、湖の奥の滝の洞窟にあるっていう話を聞いたわ。でもどうして。いや、その、結婚しなきゃならないみたいなんだ。結婚。リュカは語った。パパスの遺言のこと、伝説の勇者と天空の防具のことを。そして夜が明けた。おはよう、リュカ。ああ、おはよう。お父さんもさ、起きて。もうすぐご飯ができるわ。わかったよ。お父さんの分は後で持ってくるから、ユカ、支度ができたら来てね。なあユカ、君にだけは話しておきたいことがあるんだが。はい、
何でしょう。ビアンカはあれは私とマグダレーナの実の娘じゃないんだよ。え、そんな。アルカパで宿屋を始める前、赤ん坊だったあの子を拾ったんだ。それからは実の子以上に可愛がって、マグダレーナが亡くなってからあれはずっと私の面倒を見てくれてる。不憫でね。リュカ、ビアンカのことを頼むよ。私はこんな体だからこの先どうなるかわからんし。今の話、ビアンカには内緒だよ。ダンカンさん、どうだったかしら。あんまり大したものは作れなかったけど。美味しかったよ、すごく。ごちそうさま。よかった。ねえ、私夕べあれから考えたんだけど。何を。水のリングを探すの、私も手伝うわ。え、だってお母様を探すために天空の盾が必要なんでしょ。フローラさんって素敵な人なんでしょ。それはそうだけれど、私リュカに幸せになってほしいもの。それに約束したじゃない、また一緒に冒険しようって。ビアンカ、くすぐったいったらブックル、こんなに大きくなっても甘えん坊なんだから。それにしてもルカったらびっくりしちゃったわ。魔物さんたちが仲間なんて。あの、嫌じゃありませんか、我々みたいな魔物が。何を言ってるのよ、ルカのお友達でしょ、嫌なわけないじゃない。だ、遊んでる場合じゃないわね。今水門を開けるから待ってて。お嬢さんじゃのビアンカ殿は。わしら魔物を恐れておらん。見てくださいよ、魚のように泳いでる。すごいですね。ああ本当に。昔とちっとも変わってない。リュウカ、鍵開けたわよ、船を倒して。ありがとうビアンカ。ビアンカの案内で船は湖を北上し、流れ落ちる滝の奥に口を開いた洞窟へ入っていった。ああ、水の流れが速すぎる。どうしよう、流されてどっか行っちゃうかもしんない。かあ、この湿気たまらんだ。老骨に応えるわ。仕方ない、ピエール、スライン、それにマーリン、船に残ってくれ。そうさせていただきました。フックル、君は大丈夫だね、一緒においで。ユカ、私も行くわ。ビアンカ、ダメだよ、危ないから。何言ってんの、あなたとプックルだけじゃ迷子になるかもしれないじゃない。やだな、子供扱いはやめてくれよ。あら、ビアンカお姉さんの言うことが聞けないっていうの。じゃあ、あとは頼んだわね。ほほう、ユカ殿の負けじゃな。気をつけてくださいね、ビアンカ。大丈夫、任せて。やれやれ、行ってらっしゃい。洞窟には魔物が巣くっていた。長い舌を絡ませてくるベロモンや半魚人マーマン、多くの足を持つオクトリーチ。水に潜む魔物がリュカたちを襲う。ビアンカは、まあね、お父さんがあんなだもの、私が強くならなくっちゃ。ビアンカ、君は何。いや、なんでもない。そっか、お父さんから聞いたのね、私が本当の娘じゃないってこと。ビアンカ、知っていたの。ずっと前からね。アルカパでプックルをいじめてた子たち覚えてるでしょ。
あいつらに言われたものよ、捨て子だって。いいの、私感謝してるのよ、お父さんと死んだお母さんに。ビアンカ強いな、君は。なんだ、そんな目で見ないでよ。さあ、行くわよ。あ、危ない。気をつけて、深いところがあるから。うん、下ろしてよりか。ああ。ありがとう、注意して歩くわ。さあ、行きましょう。水のリングを探さなきゃ。おお、まさしくこれは水のリング。よくやったぞ、リュカ君。いや、ますます気に入った。君こそフローラの婿にふさわしい。実はな、もう結婚式の準備を始めてしまったのだよ。よかったな、フローラ。こちらのお方は？え？私？ビアンカです。僕の幼馴染で。いや、さてと、用も済んだし、私はこの辺で。ビアンカ。じゃあ、幸せになるのよ、リュカ。お待ちください、ビアンカさん。え？フローラ。もしや、ビアンカさんは、リュカさんのことをお好きなのではないですか？ん？そんな、私たち兄弟みたいなもんだし。いいえ、私にはわかります。それにリュカさんもビアンカさんのこと。僕が。気がついてらっしゃらないのね。私と一緒になってくださってもきっとリュカさんは一生。まあ落ち着きなさい、フローラ。リュカ君、今の話は本当かね？僕は、なるほど、自分の気持ちが定まっておらんのか。よろしい、宿を用意しよう。今宵一晩ゆっくり考えてみてはどうかな。ルドマンさん。いずれにせよ、君は二つのリングを持ってきた。わしは君が気に入っておるのだよ。誰を花嫁に選ぶにせよ、結婚式はわしに任せなさい。君がいてくれたら。リュカは一人深夜の街へさまよい出た。寝静まった街並みの中、ただ一つ灯った明かり、それはルドマンの別邸だった。窓からは金色の髪が覗いていた。ビアンカ。リュカ、どうしたの、こんなに遅く。いや、眠れないんだ。そう、なんだか大変なことになっちゃったわね。でも悩むことないわよ、フローラさんと結婚するんでしょ。ビアンカ。私のことなら心配しないで、今までだって一人でやってきたんだもの。さあ、疲れてるんでしょ、眠った方がいいわよ。おやすみ。さて、どうするつもりかの、ユカ殿は。そりゃビアンカに決まってるよ。だって昔からお友達だったんでしょ。しかしな、天空の盾を手に入れるためにはフローラさんと結婚しなければならないしな。そんなの後で黙ってもらっちゃえばいいのに。だからリュカはそんなことができる人じゃないでしょ。うん、だってさ。まああれじゃな、決めるのはリュカ殿自身じゃ。そうだ、僕が決めなきゃいけないんだ。いやー、嫁さん選びとはな。羨ましいやつだぜ。フローラさんかビアンカさんか、どっちもいい女だな。おい、どっちを選ぶか賭けようぜ。フローラ。お、噂の男のお出ましだ。いい男。あ、アンディさん、傷はもう大丈夫ですか。ええ、あなたが助けてくれたし、フローラが看病してくれましたから。そうですか。アンディさん、
一緒に来てくれますか。僕が？ええ、ぜひあなたに立ち会ってもらいたいんです。お待たせしました。おお、待っていたぞ。ん？一緒にいるのはアンディか。あの、ええ、僕がお願いしたんです。うん、それもよかろう。さて、リュカ君、誰を選ぶかよく考えたかね。はい、ルドマンさん。そうか。フローラ、ビアンカさん、こちらへ来なさい。はい。では、決めてもらおう。本当に好きなものの前に立ちなさい。はい。フローラさん。リュカさん、そんな。フローラさん、僕はあなたに謝らなければならない。あなたは美しい、素晴らしい人です。けれども、僕は天空の盾を手に入れるために二つのリングを探しに行った。僕はずるい男です。アンディさんとは比べ物にならない。やめてくれ、リカさん。僕は君に負けたんだ。いや、負けたのは僕です。フローラさん、あなたは昨日僕に言いましたね。自分の心に気づいてないって。あなたも同じです。リュカさん、あなたは一生懸命アンディさんを看病した。どうしてです？アンディさんが好きだからではありませんか？私は。それに僕は、僕はビアンカが。リュカ、そんな、この私は。だってフローラさんみたいに女らしくないのに。そうだね、ビアンカは強いし、僕よりもずっと勇敢だ。それって私が。でも僕にはビアンカが、君が必要なんだ。君しかいない。リュカ、前から好きだった。結婚してくれますか、僕と。リュカ、ビアンカ。こんなことだろうと思ったわい。なんと、まあ、フローラを袖にするとはな。お父様。どうだフローラ、振られた感想は。私、残念ですけれど、ビアンカさんには叶いませんでしたわ。フローラさん、それに私、リュカさんに言われてようやく気がつきましたの。私の心に、私はずっとアンディよ。フローラ。あ、これこれ、後にせよ後に。今はリュカ君とビアンカさんの結婚式が先だ。さあ、教会に急ぐぞ。支度だ支度だ。変なる神の御名において、汝リュカはビアンカを妻とし、健やかなる時もやめる時もその身を共にすることを誓いますか？はい、誓います。汝ビアンカはリュカを夫とし、健やかなる時もやめる時もその身を共にすることを誓いますか？はい、誓います。よろしい。では指輪の交換を。いにしえより伝わり、幸せをもたらす二つのリングが今若き二人の指に輝きます。さあ、誓いの口づけを。
リュカったら。リュカ、リュカ。ああ、ビアンカ。お昼ご飯できたわよ。ああ、行くよ。いい気持ちだった。ほんと気持ちよさそうに寝てたわね。いい夢でも見てたの？うん、そうなんだ。結婚式の夢を見てた。まあ結婚式か、ずいぶん前のことみたいね。僕たちのじゃないよ、親父の結婚式なんだ。え？うんと若い親父が綺麗な人の手を取ってるんだ。僕はその人をよく見たいんだけれど、顔がわからないんだよ。お母さんの。そう。ねえ、リュカ。ん？私幸せよ。なんだい？いきなり。いいの。ね、絶対に助けようね、お母さんを。ああ、もちろんさ。そうじゃなきゃ、天空の盾をくれたルドマンさんにも申し訳ないものね。そう。そうだね、ビアンカ。船が海を行く。リュカたちは今、結婚祝いにとルドマンが用立ててくれた船で南に進路をとっていた。ルドマンはまた、家宝である天空の盾をもリュカに託したのだった。リュカ君、遠慮せずに持っていきなさい。結婚式の夜、君の友達がやってきてね。いやもう、スライムにスライムナイト、魔法使い、キラーパンサーが現れた時には息も止まりそうだったが、彼らから聞いたよ、君のことを。光の教団とやらの噂はわしも耳にしている。どうか君の旅に役立ててほしい。そしてルドマンは天空の防具の一つかもしれぬ兜が南の大陸テルパドールに伝わっていることを教えたのである。テルパドール、それは女王アイシスが治める砂漠の国だった。確かに天なる力を秘めた兜は我がテルパドールに伝わっております。はあ、よかったわネルカ。アイシス様、見せていただけますか？喜んで。こちらへおいでなさい。女王アイシスは城の地下の一室へ案内した。そこには小さな翼の生えた美しい兜が祀られていた。間違いない、天空の兜だ。もしやあなたなら。リュカさん、かぶってみてくれますか？はい、やってみます。どうしたの？重いんだ、僕には耐えられない。そんな華奢な兜なのに。私もかぶってみていいかしら？ビアンカもまた天空の兜をかぶるや否や、その重さに耐えかねて膝をついた。やはりダメでしたか。この兜は世界でただ一人、天空の血を継ぐ勇者にのみその輝きを預けるといいます。リュカさん、なぜそれほどまでに勇者様を求めるのかお話しいただけますか？はい、アイシス様。リュカは語った。亡き父のこと、魔界にさらわれた母を取り戻すためには伝説の勇者の力が必要なことを。なんと、もしや、もしやあなたの父上はパパスとおっしゃるのでは？父をご存知なんですか？この地より東、大いなる山並みを越えたグランバニアの国で、若き王がさらわれた王妃を助けるために幼子を連れて旅に出たと聞いたことがあります。王妃の名はマーサ、そして王の名はパパスト。なんですって？嘘でしょ？グランバニアの王パパス。それじゃあリュカって王子様？
寒い。こんな夜には思い出してしまうな。寒かったサンタローズ。坊ちゃんがワインを買ってきてくれたっけ。あったかいワインでも飲んで寝るとしますか。こんな夜更けに。はい、どなたですか。旅の者です。お城の兵士に言われてきました。サンチョなら、いや、あなたの家なら止めてくれるだろうと。それはそれはお困りでしょう。はいはい、今開けますからね。私なんか食べても美味しくないよ。ごめんごめん、驚かせちゃったかな。おいでプックル。いや、プックル、あなたは、あなた様は。久しぶりだね、サンチョ。坊ちゃん、坊ちゃん。厳しい山越えの末、リュカたちはグランバニアに到着した。夜の闇に固く閉ざされた城門のほど近くの小さな家、それはかつてのパパスの召使いサンチョの家だった。十数年前、ラインハット王子ヘンリー誘拐の角で兵士たちがサンタローズの村を襲った時、サンチョは辛くも逃れ、ここグランバニアへ戻っていたのであった。旦那様がお亡くなりになったことは風の便りで聞きました。しかし、坊ちゃんがこんなに立派になられた。しかもビアンカちゃんがこんなに綺麗になって坊ちゃんのお嫁さんになってくれたなんて、私はもう胸がいっぱいで。ビアンカさん、さ、これで涙を拭いて。すいません、ビアンカちゃん。あの猫ちゃんまでこんなに大きくなって、頼もしい魔物さんたちまで引き連れて戻ってらっしゃるなんて。頼もしい？僕たちのこと？なんだか照れますね。これこれ、お話の腰を折ってはならんよ。本当に、マーサ様の尊いお血筋が。山頂、話してくれるよね、お父さんと、いや、パパスとマーサのこと。はい、しかし話はとても長くなります。もうすっかり夜中じゃないですか。とにかく今日はぐっすりお休みになって、明日オジロン王にお会いになってください。オジロン王？パパス様の弟君ですよ。さあ坊ちゃん、早くお休みなさい。ビアンカちゃんも皆さんもお疲れじゃないですか。変わらないね、山頂。いいんですか、我々もご一緒しちゃって。もちろんですとも、坊ちゃんの大切なお仲間じゃありませんか。それにあなたたちが一緒にいれば、誰の目にも坊ちゃんがマーサ様のお子だとわかります。え、どういうこと？お話は後ほどごゆっくり。開門。照れますね。これ堂々と歩かんかい。ルカ、私なんだか。大丈夫だよビアンカ。サンチョ殿、この方たちは。重大な報告があり、至急陛下にお目にかかりたい。は、はい。サンチョ殿、いかがいたしたこの騒ぎは。なんだこの魔物ども。こんにちは。これ大臣閣下、
陛下はおいでになられるか。おお、三丁か。ん、この者たち。陛下、お喜びください。殿下が先代パパス王のご子息ルカ殿下がご帰還遊ばされましたぞ。な、何、なんと、まことか。へ、陛下。おお、その顔、兄上の面影が、その瞳、魔物たち。おお、姉上のマーサ殿と生き写しじゃ。ああ、覚えておるかリュカ、このわしを。歓迎、痛み入ります。しかし僕は前にもお目にかかったことがあるのですか。当たり前じゃ、そなたはこの城で生まれたのじゃからな。ああ、赤子のことゆえ覚えているはずもないか。なんとたくましく成長して。おや、隣の美しい女性は。はい、私はリュカの妻のビアンカと。ビアンカ。リュカ。おお、ビアンカ、ビアンカ、ビアンカ。大丈夫、ぐっすりお休みになってます。山頂、ビアンカは一体病気なのか。坊ちゃん、少しも気がつかなかったのですか。え、な、何を。坊ちゃん、おめでたです。は、お分かりになりませんか。坊ちゃんとビアンカちゃんの赤ちゃんですよ。え？おお、リュカよ、なんともめでたい限り。どうだ、父親になる感想は。はい、正直なところまだ実感が湧きません。そうだろう、そうだろう。子供というものはな、育てて初めて良さも苦労もわかるものだ。わしだって娘のドリスが生まれる前は。おほん。ああ、いや、リュカよ、そなたに話というのは他でもない。実はな、わしはそなたに王位を譲ろうと思うのじゃ。え、へ、陛下、臣下である私に何の相談もなく。まあまあ、良いではないか大臣。自分で言うのもなんだが、元来わしは人がいいだけの凡庸な男、亡き兄上とは比べ物にならん。陛下、おじ上。兄上の秀弟子血を引くそなたが帰還した以上、ゆかに王位を継いでもらうのは道理というものじゃろう。なあ大臣。しかしですな陛下、正直なところわしはもう疲れたよ、王位の重さというやつにな。ふん、そこまでおっしゃられるのでは仕方がございません。よし、話は決まった。早速明日にでも戴冠の式を。ま、待ってください、僕に王様が務まるはずもありません。何を言う、そなた以外の誰がいるというのだ。わしだってなんとかなったんだぞ。おじ上。くだくだ言わず覚悟を決め。というわけで大臣、準備の方は頼んだぞ。お言葉ながら陛下、グランバニア代々のしきたりをお忘れですか。ん、ああ、試練の洞窟に赴き王家の証を取ってくるというあれか。しかしな、今ではあの洞窟にも魔物たちがはびこっていると聞く。陛下、しきたりはしきたりでございます。グランバニアの栄光の歴史に泥を塗られるおつもりですか。王家の証ね。リュカ、本当に王様になるつもりなの。なんだか断れないみたいなんだよ。ビアンカ、どうしたらいいのかな。何言ってるの、王様よ、なろうと思ってもなれるってものじゃないのよ。それにリュカが王様になったら、私たちの子供も王子様、顔姫様になるわけよね。それって素敵じゃない。ビアンカなんてね。そんなことはどうでもいいの、私今のままで十分に幸せだもの。
王様になるかどうかはリュカ自身で決めて。行くよ、試練の洞窟。そう言うと思ってた。ルカって人の頼みを断れる人じゃないものね。オジロン王とあなたとどっちがお人よしかしら。ビアンカ、いってらっしゃいルカ。本当は私も一緒に行きたいけど。うん、無理しちゃダメだ。分かってるわ。私体に気をつけて、きっと丈夫な赤ちゃんを産むわ。好きよルカ。試練の洞窟には手強い魔物たちが待ち構えていた。猛毒の霧を吐くガボット、魔力を下げる攻撃を仕掛けてくるデビルダンサーがリュカたちを襲う。さらに巨大な斧を持つ怪人が王家の証を手にしたリュカを襲撃してきたのだった。リュカさんよ、あんたが王になるのを嫌がってる奴もいるってことさ。何？悪いが死んでもらうぜ。だがリュカたちは必死で戦い、辛くも敵を撃退した。そしてよくぞやり遂げた、王家の証しかと見届けたぞ。いやー、ご苦労だったな。はい、魔物のみならず怪しい男にまで狙われました。誰かが僕を大いにつけたくないと考えているようですね。何？なんという不埒な。一体誰がそんなことを。おそらく他の国の手の者でしょう。ふむふむ、ラインハットあたりのやりそうなことですな。そんな、ヘンリーがそんなことをさせるわけがない。まあまあ、とにかく大臣よ、これでもう文句はないだろう。文句とは心外です。私はただしきたりのことを言っただけです。では私は戴冠式の準備にかかります。これにて失礼。頼んだぞ。やれやれ、あやつはどうも固くていかん。まあ、もっとも大臣がおるからこそこのわしが王としてやっていけるのかもしれんが。おじい、何かな。改めてお伺いしますが、本当に僕が王としてやっていけるんでしょうか。俺、何を急話になっているのだ。何、大丈夫。坊ちゃん、坊ちゃん。おい、サンチョ、その坊ちゃんというのはいい加減に。それどころではないですぞ。急いでいらしてください。どうしたんだい、サンチョ。生まれそうなんです。え、赤ちゃんですよ。さあ早く。坊ちゃん、あ、いや、殿下、落ち着いて。でもビアンカが苦しんでると思うと、僕には何もしてあげられないのか。大丈夫です、大丈夫ですって。だけど、やっぱり君に似てるかな。ねえ、二人の名前なんだけど。ボロンゴとかゲレゲレとかは勘弁してくれよ。バカね。私前から考えてたの。男の子だったらティミー、女の子だったらポピーって。ティミーとポピー、うん、いいね。抱いてみていいかな。もちろんよ。あったかいな。
はじめまして、ティミ、ポピー。あ、ねえ、どうしよう。あらま、抱っこするの下手ね。ほらほら、ティミ、ポピー、ほら、こうすればいいのよ。まだまだダメだね、僕は。君がいないと何もできないみたいだ。何言ってるのよ、リュカ。明日はあなた王様になるんでしょ。王様って言ったら一つの国のお父さんみたいなもんじゃない。そうかな。僕が父親か。ランバニアの子にして偉大なるパパス王と聖なる王妃マーサの息子リュカよ。はい。縁なる神の名において本日この時よりそなたに王位を譲るものである。謹んでお受けいたします。皆の者、ランバニアの新しい王の誕生だ。ユカオ、配管の美酒。ああ。皆の者、杯を取れ。偉大なるグランバニアとリュカ王に栄光あれ。栄光あれ。王の間。そうか、いつの間にか眠っていたのか。あ、頭が痛い。なんだってみんな酒なんて飲むんだろう。おじ上、山頂、山頂、山頂。坊ちゃん、おめでとう。おかしい、山頂がこれほどまで飲むはずもない。まさかあの酒に薬が。ビアンカは？ビアンカ！いない。子供たちも。ビアンカ！リュカは見た。赤子を包むように広がり、全身に傷を受けた水色のもの。スラリン！リュカ。君。大丈夫だった？スラリン、何が起こったんだ？僕、赤ちゃんが見たくて。そしたら魔物たちがビアンカを。ビアンカを？ごめん、リュカ。赤ちゃんしか守れなかった。僕、ごめん。スラリン、スラリン。なんということだ。誕生のその日に王妃がさらわれるとは、マーサ殿の時と同じではないか。大臣を呼べ。至急対策を考えねばならん。それが大臣閣下はどこにもおりません。まさか。こんな時に。お父上、ビアンカを探します。何人？
兵士の一人が北へ向かう影を見かけたそうです。僕は引く。いや、しかし引きます。歴史はまた繰り返すのか。これが天命だというのか。どこだビアンカ。リュカ、プックル、そしてピエールはマーリンを城の護衛に残し、グランバニア北にそそり立つ塔の中で戦っていた。デモンズタワー、無数の魔物たちと様々な罠が待ち受ける悪魔の塔であった。リュカ、あれを。大臣、どうしてここに。リュカ王、お許しください。私が間違っていた。しっかりするんだ。グランバニアを襲わぬことを条件に怪物と取引を。だが、プックル、ピエール、急ぐぞ。はい。リュカたちはデモンズタワーをさらに上へ登った。立ち塞がる魔獣オークを、合成獣キメーラを打ち倒し、そして、ビアンカ。リュカ、来ちゃダメ。大臣を利用して私をさらったのはリュカをおびき出すためよ。あいつが来ないうちに。ビアンカ。何、民主のことよりまず国のことを考えてはならぬはず。姿を見せろ。なのに貴様はここへ来てしまった。それだけでも十分死に値する。ジャミ、お前はジャミか。覚えていてくれたとは光栄だな、グランバニア王リュカ。パパス同様、このジャミが引導を渡してくれるわ。ジャミ、ジャー、何。無駄無駄無駄だと言ったのに、誰もこのジャミに傷をつけられるわ。ならば魔法で。ニオラ、やったか。愚か者め、そんな魔法の時ジャミの結界を破れるものか。そんなコッパーモンの分際で人間に関するとは。まずは貴様から血まつりにあげてくれる。バッカラ。どうだ、手下を傷つけられる気分は。リュカ王よ。シャミ、やるなら僕をやれ。ほうほう、さすがパパスの息子だな。では望み通りゆっくり料理してやろうか。パパスとどちらが我慢強いかな。死ね。やめて。この光は、まさかその女。今のリュカ。ジャミー。
よりプックルとピエロ、私も平気です。リュカがかばってくれたので。プックルもピエールも喋っちゃダメ。なんてひどい傷。チャミ、この光は天空の光。天空の光、どういうことなんだ、ジャミ。貴様の女が伝説の勇者の血を引いているとは。私が、やがて貴様らの血筋から天空の勇者が蘇る。それだけは何としても。これでも食らえ。これはビアンカ。そんな二人一緒に。いや、その体で世界の終わりを見るがいい。もしやリュカ殿とビアンカ殿の身に何か。これめったなことを言うでない。そうですとも、お二人はきっとご無事です。ですからティミー様もポピー様もご安心を。父上と母上はきっと帰ってきます。帰ってきますとも。動かぬ石像となってしまったリュカとビアンカ。グランバニアの王はまたも魔の手に倒されたのか。そしてビアンカに流れる天空の血とは。時はただ無情に流れていった。CD シアタードラゴンクエスト5ボリューム2。原作堀井雄二、音楽杉山浩一、編曲松尾隼人、出演堀川亮、川村マリア、井上菊子、沢木育也、飛田信夫、塩谷幸三、平野雅人、山口勝平、久川綾、佐久間玲、中尾道夫、佐藤正春、寺瀬めぐみ、高木渡る、ナレーター加由美家政、脚本監督トマト秋、音響制作メディアリング、企画制作エニックス。